一生懸命頑張っても無意味じゃん。結局今のままじゃ報われないよ。そんな思いで仕事一生懸命頑張ってきた方多いんじゃないかと思います。実際僕もそうでした。いくら頑張っても誰も僕のことなんか認めてくれやしない。全く頑張らなくても全然責任取らなくてもいい方向に楽な方に楽な方にずる賢くうまく立ち回る人、それで給料だけは随分高い人、まさに理不尽。一生懸命って本当に報われるの？うまくいく人ってほんのごく一部じゃない？頑張った人が報われるなんてほんと綺麗事じゃん。何の根拠もないじゃん、なんて思っていた時期がかなりありました。でもね、そうでもないんですよ。やはり心理学というのはあらゆることに根拠付けをしてくれる学問だなっていうふうにつくづく思います。僕インスタとかやってるんですけど、僕みたいなおっさんが顔出ししてこう写真とか投稿しても誰も興味なんか持ってくれません。でもね、天君載せるとめちゃくちゃ PV 数上がるんです。なんじゃそりゃ。僕のフォロワー数は天君のおかげかいとって話なんですけど、実際そうなんですよ。 YouTube でキャンプ動画とかアップしても天君が出演してると、いやーなんかワンちゃんかわいい、素敵ですねとかってそんなコメントがバンバン来たりするんです。これね、アンダードッグ効果っていうんです。アンダードッグ効果っていうのは、例えば子犬が走ってる、転んだり短い足でちょく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 とかって言って、あーかわいい、なんか守ってあげたい、うん、けなげーとかって、こういうやつ。つまり一生懸命なのにうまくいかない人だとか不利な立場の人を応援したくなる、頑張ってるのに報われない人を助けたくなる、好きになる、応援したくなる、これがアンダードッグ効果です。方眼びいきという言葉も昔からあって、特に日本人に多いんですけど、負けている人や立場の弱い人たちを応援したくなる気持ちっていうのは誰にでも備わっているんですよ。運動会のかけっこで転んじゃった子がベベになってもみんなで、あー頑張ってー、そう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 ってこう美しい、みんなで応援したくなるじゃないですか。高校野球がなんであんなに日本の国民たちの関心を引くのか。甲子園に行くチームなんてほんの一握りですよ。いくら甲子園目指して頑張っていてもほとんどのチーム、ほとんどの球児たちっていうのは途中で負けて終えちゃうんです。でもみんな応援するんです。なんでか、それはみんな一生懸命だからです。高校生活の全てを野球に捧げてひたすら努力し続けてきた姿を想像できるからなんです。だから応援したくなるんです。これもアンダードッグ効果です。やたらと強がって弱みを見せないっていう人もいますけど、それってしんどいですよね。世の中に完璧な人なんていません。どんだけすごい人でも人は弱みを持ってるものなんです。人の弱みは、それってね、決してウィークポイントなんかじゃなくて、弱みを見せることで支持を得る、人の心をつかむことだってあるんです。ただしね、勘違いしてはいけません。弱さを晒して同情を引け、そう言ってるわけじゃないんです。そんな見えすぎた性根は絶対バレるんです。人の心をつかむのはもうズバリ一生懸命、結果じゃない、努力してる本気の姿、ひたむきさ、これに人は心を揺さぶられるっていうのは、これもまさに法則なんです。一生懸命さ、そしてアンダードッグ効果があってね、応援してもらえる、そして運が開ける、開運というわけなんです。のび太くんが言ってました、一生懸命のんびりしようって。これ結構共感しますよね。もう一つ名言、他人に一生懸命サービスをする人が最も利益を得る人間である、バイカーネル・サンダース。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。